はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もメルカリでデジタルカメラを一つ購入いたしました。はい、中身はね、こんな感じでございます。キャノンのパワーショット SX100、 送料込みで500円で購入いたしました。説明欄にはジャンク、放っておいたら動かなくなりましたということでね、動くかどうかはわかりません。最悪ね、ちょっとかっこいいのでインテリアとしてね、置いとこうかなと思います。はい、電池ボックスをね、開けるとこういう感じになってましたね。なんか SD カードも入ってるんですけどね、2GB。これはね、小容量いうことで、2GB はね、結構貴重です。この辺をね、ちょっと今から出してお掃除してみます。結構ね。まあ、これは端子をですね、掃除してやると多分動くんじゃないでしょうか。地道にね、ちょっとこういう感じのやつお掃除していきます。ある程度マイナスドライバーでね、ちょっと腐食部分を削ぎ落として、次はね、このウェットティッシュで拭いていきます。電池ボックスの中の清掃と、こんな感じで、あと外観も綺麗にね、ちょっと清掃してみました。念のためにこの接点復活スプレーで接点をね、ちょっと磨いておきます。この綿棒の先に接点復活剤を吹きつけて、これで中を磨いていきます。こういうところね。これで後でね、反対側の乾いた方で拭き取っておきますね。では単三電池を2本入れて、緊張の一瞬ですけどね、動きますでしょうか。あ、ランプつきましたね。あ、レンズエラー、レンズエラー、レンズエラーか。ちょっときついな、これは。なんかもうむちゃくちゃね、バラしにくい個体です。やっとここまでたどり着けました。はい、これがね、レンズユニットでございます。